ハートありがとう。あ、餃子ね、確かに、にんにく入りの餃子。毎日くるみの日がいい、毎日くるみの日だよ。なんかさ、くるみさ、餃子ににんにく入ってても生姜入ってても別に何でもいいんですけど、何でもいいには理由があって、いまいちにんにくの味が分かってないんですよ私。なんか、にんにくの味あんま分かんないんですよね私。多分何も考えずに食べてるからあれなんだけど、そのなんていうの、にんにくだと思って食べてないから、食べたことないわけじゃないんですけど、うそ、味強い？なんかさ、わかる？あ、わかんないんですよね私。あ、生写真とチェキ届いたよって、ありがとう、こちらこそ。嬉しい、みんなに届き始めてて、餃子といろいろ混ざっててそれぞれの主張はないかもね。なんかね、あんま分かんないからもうどっちでもいいんですよね。味的にはそ、なんていうの、その食べた後の匂いとかは、まあ、別として、味だけで言うとそんな変わってるかなみたいな。まあでもどっちでも美味しい。そうだね、食べ比べないと分かんないかもね。食べ比べしたい、にんにくありの料理となしの料理。あ、それめっちゃあり。コンペットありがとう、ハトありがとう。ペペロンチーノをあんま食べないからわかんないけど、にんにくマシマシ餃子食べるとわかるで。あ、そうなんや、にんにくマシマシ餃子ね。じゃ、なんかそのマシマシともうマシマシじゃないやつ、めっちゃ入ってるのとめっちゃ全部ひとかけらも入ってない餃子を食べ比べたらさすがに分かりそうじゃん。だからなんか食べ比べたいで、なんかそうニラの主張が強いのかも。あ、ニラね、多分それだ。くるみ、ニラ餃子好きなんですよね、ニラが入った餃子。そうだね、確かに。じゃあそういうことにしましょう。ハートありがとう。くるちゃん、食べ物にはこだわり発揮しないのよね。そうなんだよね、美味しいものを食べれたらいいね。強いて言うならね、強いて言うなら、そうだな、食べ物？ご飯、食べ物をね、こだわりなんかあるっけ。こだわりだよね、食べ物のこだわり。お弁当チンしないぐらい、もうチンしてもいいんですよ別に。チンしなくても美味しいから、そう食べてるだけで。ハートありがとう、お花ありがとう。あ、風味ね、
わかる、美味しければいい。そうなんだよね。最近森本食いしてますか？ミルクレープ食べてない最近。え、ケーキを食べてないかも。え、食べたい 食べたいな。ハートありがとう。ご飯かパンどっち派？なんかね、私ずっとご飯派なんですよ。ずっとご飯派で、朝ご飯もご飯がよくて、もう最近パンを食べてます。どっちも好き。 そう、本当はご飯派。ハートありがとう。嫌いなもの、辛いのが食べれない。辛いのがね、食べれるんだけど、ははひひ言ってる。 そう、辛いのダメなんですよ私。ハートありがとう。ご飯の硬さとか、ご飯の硬さは固め、しっかり固めが好き。まあ何でも食べるけど なんかあんまり得意じゃないのは、乾燥しちゃってか固くなっちゃう時あるじゃないですか、白ご飯とかって。なんかさ、チンご飯をチンしたくないんですよ私。あ、こだわりかもこれ。白ご飯をチンしたくないんですよ。その後固くなりません？あれ本当にあんま得意じゃなくて苦手で、あれ私白ご飯チンするのダメなんですよ、これだ。 ハートありがとう。だるまありがとう。餃子のタレはこれみたいな。餃子のタレも別に何でもいいんですけど、でもなんか普通にお酢と醤油混ぜてるか。ハートありがとう。ブログの写真今日も最高です。皆さんくるみ日記ブログ見てね。 そう、お弁当はね全然冷たくても美味しいから冷たいまま食べてる。 なんかもともと硬くないものが硬くなってると、あんまりなんかめっちゃ好んで食べれるとかじゃないかも。例えば何があるかな、何あるかな。今度ビッグマックの再現レシピしたいと思います。ビッグマック？すごい。てかさ、なんかチーチーバーガーみたいな、なんかチーズいっぱいのハンバーガー出ない？今度お菓子作る時はね、なんかよく作りたいじゃんやっぱ。 やっぱよく作りたいから。お米じゃなくてコンペイトありがとう。ハートありがとう。そう、チンしちゃうと硬くなるじゃないですか、あれが。そうなんですよね、確かにあれは。チーチーチーバーガー、チーチーチーバーガー、今日からなの。なんか、え、めっちゃチーズ入ってると思って。チーズ好きなの私、チーズ好きだから。え、食べたいと思って見てました。チーチーダブチっていうの。ビッグマックの再現レシピインスタグラムにありますよ。そうなんだ、ビッグマック。みんなビッグマック食べれる人？やっぱり。ハートありがとう。大人の人たちは食べれるのかな。可愛いと美味しいは正義、正義。
お花ありがとう、キート玉ありがとう、コンペイトありがとう、だるまありがとう。そうだね、そう、固くなっちゃってるご飯はチャーハンにするのが美味しい。わかるわかる。あったかいご飯が美味しいじゃん。美味しいよね、わかる。なんかさ、給食とかなんか白ご飯とか残っちゃう時あるじゃん、あったんですけど、小学校の頃とかで特にね。私そう、おかず食いだからご飯余っちゃうんですよ。でもなんか白ご飯だけでも食べれるタイプなんですね。そう、でもさ、中には食べれないって人いるじゃん。なんかおかずとかなんかふりかけとか欲しいっていう。私あったかい白ご飯そのまま食べれるんですよ。甘くないですか？美味しくない？全然食べれるんです私。そう、チーチーダブチ食べてきて、めちゃ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 美味しかったよ。めちゃ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 美味しかった。チーチーダブチってなんか名前かわいいね。3月6までなの？早めにどうぞ。そうなんだ。ピクルス多め、おすすめ。ピクルスって多めにできるの？知らなかった。ビッグマックって大人限定なの？わかんないけど食べれるのかな。私はビッグマックを食べたことがない。なんかお父さんとかが食べててちょっともらうとかはあるけど、自分でこうビッグマックを一つ食べたことはなくて。でも どっちみちなんかハンバーガー食べたらポテトとか食べたいじゃないですか。でもあれ食べたら単品で終わりそうだから。きっと黙りがとう。メガビッグマックっていうどでかいのもあったよ。え、パン、ご飯じゃない。パン、ハンバーグ、チーズ、ハンバーグ、チーズみたいな、何枚重ねなんだろうそれ。メガマックって。ハートありがとう。え、あれさ、夜はさ、もっと倍にできるじゃん。それがメガマック？ちょっと違うのかな。エビフィレオよく食べます。エビフィレオね。白米甘いよ。白米甘いよね。そう、私白ご飯甘いからなんかそ甘いな、なんか味しないっていう中にまあいるじゃないですか。そりゃえ、めっちゃ味すると思って給食最後まで白ご飯食べてた。そうだよね、食べれない方もいるよね。そうなんだよね、私は食べれる派なの。食べようと思えば全然食べれる。ピクルスマシマシでって注文するの美味しいよ。ラーメン屋さんみたい。ピクルスマシマシで。トマトも足せるの？マクド？そうなんだ。多めも抜きもいろいろできるね。抜きはなんか友達が前にハンバーガー頼んでピクルス抜きって言ってたから、あ、抜きできるんだと思って、ちっちゃい頃はピクルス抜きにしてたけど、なんか一回食べてみたら、あ、全然意外と食べれるって思って、それからピクルス全然、むしろ美味しくない。あ、ピクルス苦手だからビッグマック頼まない。自分も白ご飯だけ食べれるよ。実家新潟でご飯美味しかったからかな。私新潟で白ご飯いっぱい食べたいんですよ。行ってみたいの、新潟行ってみたくて、うん、白ご飯食べてみたいんです。白ご飯食べたいんです、新潟の。コンペとありがとう、はとありがとう、聞いてたわ、ありがとう。昔ビッグマックの倍バーガーあったね。ってことは今ないの？ピクルスエクストラで表記されてて無料だよ。ピクルス？ピクルスって増やせるんだね。ピクルスとトマトはちょっと意外。おひなさんありがとう。初見さんありがとうございます。SK48 自由気研究生の森本くるみです。ビッグマックは紙に包んでもらうと食べやすい。あ、紙で注文できるんだ。
ミレイさんも一番好きなビッグマック。待って、ミレイさんビッグマック食べてるの？めっちゃ意外なんだけど、すごい。ちょっとビッグマック食べてみようかな。夜マックはビッグマック、夜マックのビッグマックはパティが4枚もある。4枚、こんぐらいあるってこと？こんなないのかな。すごくるみね、なんかマクドに限らず、なんかザ・ハンバーガーっていうハンバーガーが好きで、なんかもうレタス、トマトとか、なんかめっちゃ肉々しいハンバーグが乗ってるハンバーガー大好きなんですよ。バーガーキングは野菜とソース 1.5 倍が無料だよ。すごっ。バーガーキング食べたことない。ビッグマックよりバーガーキングの方が食べてて大きいとかありました。そうなんや。ちょっとバーガーキング食べてみたいな。モスバーガー、モスバーガーも美味しいね。牛丼も玉ねぎだけでできるの？お肉だけってこと？ご飯とお肉ってこと？すごい。確かに今日は私はお米だよ。なんて言ったって真っ白だから。新潟行ったらイタリアン食べないと。イタリアン有名なん？ハンバーガーのケチャップマスタードピクルス抜きのオーダーは笑った。ケチャップマスタードピクルス抜き、ケチャップマスタードピクルス抜き、ソースなしのピクルス抜きってこと？新潟お魚も美味しいよね。新潟ってなんか美味しいご飯いっぱい食べたい。この前かまどで炊いた炊きたての新潟のお米を名古屋で食べた。すごっ、やっぱかまどって違う。コンペトありがとう。ハートありがとう。ゆうねちゃんについてきてもらう。ゆうねちゃん一緒にビッグマック食べてくれるのかな。アメリカ行くしか、アメリカ行っちゃう、本場行っちゃう。バーガーキングはワッパーがおすすめかも。ワッパー、ワッパー、ワッパーって何？本格派ならバーガーキング行かないと。それはもう行くしかないね。バーガーキング行ってみたいな。そんな大きめなんだ。ハートありがとう。コンペトありがとう。新潟のご飯って温かいのは美味しい、温かいのは美味しいけど、他県のお米より冷たくなっても美味しいらしい。バイケン民賞。そうなんや。お米の妖精のようだ。こんにちは皆さん、お米の妖精です。透明すぎて壁と同化しますか。
めっちゃ今頭の中で愛のホログラム流れててやばい。どうしよう。かまどで炊いたご飯は一味違うね。そうなんだ。なんか白ご飯、なんかいろんな白ご飯をなんか食べ比べとかしたい。めっちゃ贅沢。なんかもうこの例えば何県の何のお米、何県の何のお米、何県の何お米みたいな、ブワーっていっぱいあってそれを食べ比べ。ワッパーっていうハンバーガーがあって、クリちゃん好きな具材が入ってます。お、ハンバーガーの種類、なるほどね。かわいい、ありがとう。ハートありがとう。アメリカンのハンバーガー食べきれるかな。でもさ、ドリンクこんなんで、こんなんで出てくるじゃん多分。もっと大きいのかな、こんぐらい。これ縦にしたらちょっと分かんないよね。みやびちゃんが先輩にお弁当一緒に食べていいですかって言ってみようかなって。かわいい。何、お弁当一緒に食べよう、先に食べていいですかじゃなくて、一緒に食べていいですかって、くるみちゃんが大丈夫、いいよって言って食べようって言ってたよって、みやびちゃんのファンの方がいたらお伝えください。次制服のみいつか出れるっけ、みやびちゃん一緒に、くるみあったかな。ちなワイパーセット10日までお安くなってる。ナイスタイミング。つや姫っていうお米が好きです。聞いたことある、つや姫、つや姫、つや姫。カラオケって入ってるのかな、もう愛のホログラムって。ビューティフル解禁解禁してるよ。ハートありがとう。特定映像見ましたけど、くるみって走ることあるの？特定映像の話しちゃう？見てない方いるかな？特定映像見てない方、まだいるかな？喋りたいことはあるんですけど。まだ見れてない方がいるのかな、いそうだよね。でもまだ、あ、もうちょっとやめとく。まだもうちょっとやめとく。あ、まだ見てない、ぜひお楽しみに。ちなみに映像はタイプ C の初回版と通常版なので、初回版にはあのティーンズユニットの投票権がついてますのでね、せっかくでしたらあの初回版の投票権ついてる方をぜひ手に取っていただいて、その投票権であのくるみに投票していただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。ビューティフル初回劇場版なんですけど、劇場版は、ね、トーク会とかで会いに来てくださる方が多分ゲットしてくださってるんですけど、なのでそちらでビューティフルもたくさん聞いていただいて、くるみの声をちょっと探していただいて くるみダンスプラクティスの動画が好きです、すごい。だからそれ見てるから余計頭に残ってて今ビューティフルね。YouTube もいっぱい見ていただいてありがとうございます。やっぱり見どころはくるみが映ってるところは全部なんですけど。皆さん好きポイントありますか？ビューティフルの。あの作曲家さん、作曲家さんもツイートしてくださってて嬉しかったですね。そのビューティフルのことをね、やっぱツイートしてくださってたので、くるみもツイッター上げたので X 上げたのでお、いっぱいスクショした。ねえ、そうビューティフルね、ちょっとみんなに披露できる機会があればいいなって思ってるんですけど、フロントで嬉しかった。あ、こちらこそです。ね、なんかいただけるっていうのを知った時に、なんかやっぱりちょっとまだ不安いっぱいで、やっぱ不安だったんですけど、でもなんか皆さんがやっぱり応援してくださってるのからの立ち位置だと思うので、もっともっと上には行きたいですけど、でも嬉しかったし、皆さんに喜んでいただけてくるみは嬉しかったので。ね、いろんなところで言わせてもらってるんですけど、くるみはああいうカップリング曲とかでもセンターが似合う人になりたいですし、ね、まだちょっとほど遠いですけど、選抜とかでも活躍できるようなメンバーになりたいので、ちょっとまだまだなんですけど、でも皆さんに喜んでもらえて嬉しいのでまた新たなスタートとして頑張りたいですね。
でもなんかあの二人見てるとなんかやっぱりすごいなって思うこととか、なんかまだまだだなって思ったり、なんかすごいすごい同期すごいってなるので、クレミも頑張らなきゃってあのフリー歴感も思ってたしちょっと追いつけるように頑張りたいです。これから何せばいいのか、あとの踊っている振りのくーちゃん、あ、好きポイントビューティフルもねいっぱい見ていただいて、まだまだちょっとまた好きポイントをいっぱい見つけてもらいたいですね。コンペイトありがとう。森本さんのパフォーマンス好きです。1年前と比べても顔つき変わったような気がします。本当ですか？変わってるかな、変われてるのかな。ありがとうございますくるみに会いに行きたいんだね。もうちょっとだよ、もうちょっと、3月だから楽しみだね。あともうちょっと、本当にもうちょっとじゃない、もう3週間ぐらい定点見たいなって言ってくださる方いっぱいいるのでね、ちょっといつかねできたらいいよね。ハートありがとう、ロケットありがとう。トーク会までカウントダウンする、確かに。ちょっと今日明日から1日だもんね。じゃあ今日は17、残り17日、合ってる、残り17日、16か17日か。そうです、あさってからまた5日連続公演なのでちょっとゆっくり配信できるかはちょっと分かんないですけど、配信したいですね。反省会しましょう。待ってますあ16か前に手綱であるよ、よろしくね。久しぶり、手綱本当に久しぶり。お、17会いに行くよって、ありがとう、待ってるね来るちゃんのステージでの表情、 MC ともにすごく素晴らしいです、うん、嬉しい、ありがとうございます。 MC はねもっと頑張りたいし、特に制服の目はもうね頑張りますなので見守っててください、一緒に盛り上げてください MC明日残り15日ね、 OK、 もう場面でじゃあカウントダウンするね鉄のいつぶりだろう、私鉄のいつぶりだろう。あ、45分になったらこの前のランキング読みますなんだかんだくるみに会うの今年初よ。あ、明けおめじゃん
明けましておめでとうじゃん。言おうね、明けおめ言うね。握手会の時にこういうこと話せるといいな。待ってる、いっぱい聞かせて。2日に初生育の目なの楽しみ。お、初生育の目よろしくね。あったか配信。ね、みかんの剥き方めっちゃ楽しかった。2月6だったかな。鉄な、あ、意外と1ヶ月経ってない。あ、そうなんだ。ちょうどもうちょっとで1ヶ月ぐらい、ほぼ1ヶ月。明かりをつけましょう、お花をあげましょう、お花を、なんちゃかなんちゃか桃の花。なんかさ、くるみの家のさ、ひな壇なん、ひな人形、ひな人形、ひな壇で、あのオルゴールがあって、それちっちゃい頃いつも回してた。今日は楽しいひな祭り。そう、オルゴールでそれ流れるの。ちょっとでひな祭りだね。ひな祭りはちなみに私のおばあちゃんの誕生日で、私のおばあちゃんの誕生日、ひな祭り100回目なんです今度。てつな、めっちゃめでたくない？しかも11期の合格日だよ。めっちゃめでたくない？めっちゃめでたいんだけどね。めでたくない？あ、45分。結構めでたいと思ってるんです私。え、だってひな祭り、おばあちゃんの誕生日、公演100回目、合格日、合格から2年、え、めっちゃめでたくない？めっちゃめでたいと思ってます私。え、めっちゃめでたいよね、やっぱりそうだよね。そうなんです、実はめっちゃめでたい日なんです。頑張りますね、いつも頑張ってるんですけど。そうだよ、もう2年だよ、早いよね。くまちゃん、ありがとう、ありがとうございます。そう、3月3日は祝日。もう祝日ってことにしよう。まだちびち日曜日とかだしね。もうこんなに大きくなって成長してますか私、成長できてますか。ということで、ちょっとランキングをね、前回、前々回、前回ではない、あの読めなかった時のねランキングをちょっと2つ読ませてもらって、読ませてもらいますね。明かりをつけましょう、ぼんぼり。
では読みます。大きくなったね。3月3日の星座占いないだろう。ないだろう。確かに結構重要じゃない。では読みますね。ちょっとこれはいつだろう。あのここにリボンつけてた日のやつ。ここにリボンつけてた日。みんなが可愛いっていっぱい言ってくれた日。いつも言ってくれてるけどね、ありがとう。じゃあ読みますね。13位、頭に猫を乗せた猫ちゃん、ありがとうございました。13位、おめでとう、ありがとう、ありがとうございました、ありがとう。そして12位、カエルさん、ありがとうございます。カエルさん12位、おめでとう、ありがとう、ありがとうございました、ありがとう。そして11位、月に乗ったうさちゃん、ありがとうございます。11位、おめでとう、ありがとうございました、ありがとう。そして10位、オレンジと青の服を着た方、ありがとうございました。10位、おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして9位、ワンちゃん、ありがとうございます。ワンちゃん9位、おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして8位、はにわさん、ありがとうございます。8位、おめでとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。そして7位、織姫さん、ありがとうございました。7位、おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして6位、なすさん、ありがとうございました。6位、おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして5位、クロミちゃん、ありがとうございました。5位、おめでとう、ありがとうございます、イエーイ、ありがとう、ありがとうございます。そして4位、フクロウさん、ありがとうございます。フクロウさん4位、おめでとう、ありがとうございました、ありがとう、ありがとうございます。そして3位、稲妻さん、ありがとうございました。3位、おめでとう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。そして2位、さん、ありがとうございました。2位、おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして1位、なおさんかな、なおさんのアバターさん、ありがとうございました。1位、おめでとう、ありがとうございます、ありがとうございました。次はこれは多分事務所でやったやつですね。リーナちゃんとした時かな、多分そうです。じゃあ読みますね。13位、 SK の着ぐるみさん、ありがとうございました。13位、おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして12位、カエルさん、ありがとうございます。12位、おめでとう、ありがとうございました、ありがとう。お弁当を食べてた日、カレーじゃなくてお弁当を食べてた日です。おそらく。そして11位、ひよこさん、ありがとうございました。11位、おめでとう、ありがとうございます。24ですね。あ、24です、最近のなので、ありがとう。そして10位、シナモンくん、ありがとうございます。10位、おめでとう、ありがとうございます、ありがとうございました。そして9位、はにわさん、ありがとうございました。9位、おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして8位、いなずまさん、ありがとうございました。8位、おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。ありがとうございます。そして7位、クロミちゃん、ありがとうございました。7位、おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして6位、猫ちゃん、ありがとうございます。6位、おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そ
そして5位ワンちゃん、ありがとう。5位おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして4位ギャルなワンちゃん、ありがとうございます。4位おめでとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。そして3位あられちゃん、ありがとうございます。あられちゃん3位おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして2位3、ありがとうございます。2位おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして1位メガネをかけた紫の服を着た方、ありがとうございます。1位おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。皆さん今日もありがとうございました。このランキングもありがとうございました。ハートありがとう。なんかここのランキングをこの期間中に読むか読まないかみたいなのを昨日言ったと思うんですけど、みんなどうなんだろうと思って、ちょっとね、これはみんなの意見が知りたいので、うん、別に関係ないよっていう方もいると思うんですけど、どうなんだろう、わかんないから。あと5分ギリギリセーフ、ギリギリセーフ、いらっしゃい。あんまり関係ない、配信は配信で読んだ方がいいの、いいかな。でも今日は何も言ってなかったから読もうと思ってます。ハトありがとう。くるみのランキングを読みを聞いてまだに名前呼んじゃダメなの知りました。ごめんなさい、名前読めないんです。ハトありがとう。あんまり気にしなくてもいいのかな。なんかくるみはね、ここでは言いにくいのでメール返信します。待ってます。気にしなくていいと思う、本当。じゃあ一旦今日のはとりあえず見ますね。そうだよね、なんか喜んでくださる方がいるから。どっちでもよい。どっちでもいい。まあ一旦今日は読みますね。じゃあ今日のランキングを読みます。いきます。13位猫ちゃん、ありがとう。13位おめでとう、ありがとうございました、ありがとう。そして12位雲の上に乗ったワンちゃん、ありがとうございます。12位おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして11位、すごいキュルキュルおめめの猫ちゃん、ありがとうございます。11位おめでとう、ありがとうございます、ありがとうございます。そして10位ラスカルさん、ありがとうございます。10位おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして9位メロンさん、ありがとうございます。メロンさん9位おめでとう、ありがとう。え、くるみ今なんて言った、ワンちゃんとか言った。そして8位猫ちゃん、ありがとうございます。8位猫ちゃんおめでとう、ありがとうございます。今日は猫ちゃんいっぱいですね。
そして7位、ワンちゃん、ありがとう。ワンちゃんの7位おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして6位、あられちゃん、ありがとうございます。あられちゃん6位、おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして5位、 M の旗を持った猫ちゃん、ありがとうございます。5位、おめでとう、ありがとうございます。猫ちゃんいっぱいだそして4位、さん、ありがとうございます。4位、おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして3位、さん、ありがとうございます。3位、おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして2位、風呂敷をかぶった猫ちゃん、ありがとうございます。2位、おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして1位、メガネをかけた紫の服を着た方、ありがとうございます。1位、おめでとう、ありがとうございます、イエーイみなさん、今日もありがとうございました。猫ちゃんいっぱい猫ちゃん、猫ちゃんにしよう今日にゃーにゃー。ではでは、今日はこの辺で終わりますね。皆さん、今日も配信来てくださってありがとうございました。ブログも上がってるので、皆さんブログも見てください。よろしくお願いします。じゃあもうあとちょっとなので皆さんありがとうございました。今日も一日お疲れ様でした。うるる寿司、めでたいし、めでたし2月もお疲れ様でした。3月もよろしくね。バイバーイ、ありがとうございました。イエーイ、またねー。うるうるし、うるうるし、うるうるし。